キム・キールセンはグリーンランドの政治家、自治政府首相を務めた、シンポ党所属、1983年に17歳で声員となり、1996年に警察官となって2003年まで務めた。2005年のパーミュート市議会議員となり、同年のランスティングの総選挙において当選し、議員となった。 2007年3月から2009年12月にかけて、ハンス・エノクセン自治政府首相の内閣において、住宅、開発、資源大臣を務めた。2013年11月に、アレカ・ハモンド内閣において、自然、環境大臣として入閣した。自治政府首相のアレカ・ハモンドが2014年9月に、首相辞任を表明したことに伴い、9月30日に、 首相代行に就任した。その後、同年11月に行われた総選挙に勝利し、同年12月12日に正式に首相に就任し、新歩党、連帯党、民主党の連立による第一次、キール戦内閣を組閣した。2015年には内閣改造を行った。2016年には、閣内不一致から3党の連立が解消された。 そのため、新たに新歩党、イヌイット・ユーアイ党、ナレラク党による第3次内閣を組閣した。2018年には、任期満了前に議会の解散を行い、4月の総選挙後には、連立枠組みが変わり、新歩党、連帯党、ナレラク党、N 級党による第4次内閣が成立した。当初は、連立政権で議会の過半数を占めていたが、同年10月には、 グリーンランドの空港建設事業へのデンマークによる支援をめぐって、ナレラク党が連立政権から離脱したため、残りの3党からなる少数連立政権となり、民主党の格外協力を得ることで政権を維持した。2019年4月には連帯党も連立政権から離脱した。2020年5月には、新歩党、民主党、N 級党による第7次内閣となった。 2020年には新ポ党の投資戦でエリック・ジェンセンに敗れたが首相は続投した。2019年にアメリカのトランプ大統領によるグリーンランド買収構想が報じられた際にはグリーンランドは売りに出していない。しかしグリーンランドはアメリカを含む他国との貿易や協力には門戸を開いていると述べた。デンマークからの独立のための資金源として レアアース採掘計画を推し進めたが、環境汚染を懸念する声が上がったほか、事業主体となるオーストラリアの鉱物探査企業、グリーンランドミネラルズの大株主が、中国のレアアース加工会社、西和資源空港だったため、欧米からも計画に対する警戒感が高まり、2021年4月6日に執行された総選挙の争点となった。選挙の結果、計画に、 反対の立場を取るイヌイット・ユーアイトナレラク党が、それぞれ12、4議席を獲得し、反対派が過半数を占めた。4月23日に首相を退任した。2016年9月には、グリーンランドの名誉勲章である、ナサナット・インゴールドを受賞した。2018年には、デンマークのダンネブロ勲章を受賞した。ありがとうございます。